今回は、新豪絶指出入り。このキャラ、まあ、新友情のクリープスフィア、久々に強い友情やってきたな、みたいな感じのこと話したけど、もともとこのキャラって、天魔の9で、かなり強そうな降臨適性なんですよね。しかも全敵調教毒メテオだから、全敵に毒をまけるっていうことで、艦隊でいけますよ、と。ちょっと前にキララクス艦隊で勝てるーとか言ってた、んですけど、ガチャゲンしかできねえみたいな。降臨でもできるうわ、最悪という、まあ、いつかはこんな時代が来るかも、みたいな、のはあると思うけど、いや、まさかこんなすぐ来るとはね。しかも、キララクスの期間中に。だから、まあ、もしかしたらこの中にも、あれ、2手目。まあ、一回毒巻けば。いや、もしかしたらこの中にも、天魔級勝てないから、キララクス引こうみたいな人いると思うけど、まあ、指で切りでもなんとかなっちゃうかもね、みたいな感じになっちゃってる。で、これ横勘でこっち倒すっしょ？はい。で、カンカンして、倒していって、毒メテを。で、サメも行って挟めます。あとは、ここを、ポンポンポンで、はい、抜けます。まあ、次で倒せばいいから。全然問題ないです。で、あと、このキャラは、いわゆる、いけるだけの降臨キャラみたいな感じじゃなくて、普通に、強いんですよ。じゃあ、普通にこれ、まあ、殴らないと抜けませんよと。さすがに友情ゲーは、クリープスフィアでも、な、これでちょっとやってる感じ、他の人のやっぱ動画とかも見てたけど、ボス必中とかじゃなくて、ヒットポイントの多い敵を狙うみたいな仕様になってるんで、だ、これもう一番ヒットポイントの上のビットンだから、上に飛んじゃうみたいな。使えねえ。だからぶっ壊れ友情みたいなこと言ったけど、意外と理解したら、もしかしたらこれそこまでやべえ友情じゃないかもしれない。だ、これで殴って倒していって、狙う敵がだからここだから、あと天魔9だと、まあボスに入ってきたらボス狙うけど、おそらく、っていうか 100% バリアまとってるから、バリアを破ってからじゃないと本気出せないんで、ちょっとあれかもしんないね。うん、まあ、ここはこの下入ります。はい。よし、これで倒しきれましたよ、と。で、SS を割とガチッと使って、どれぐらい削りきれるのかね。まあ、紋章もつけてないっていう最弱状態で今やってるから、紋章つけたりして、あ、やべ。どうだ、これ。おで、一応これ、例えばこれ、ボスに向かって飛んでっけど、道中に敵が当たったら、こいつが狙ってくれるんで、そういう時は、役に立つね。で、これカンカンすると。で、今すげーいい位置にいるから、ちょっとこれカンカンして、単独でどれぐらい火力が出せるのか。どうだ？いけ。しょぼい。ただこれ SS。SS に関してはまだちょっと未知数よ、こんなカンカン決めたの。いや、嘘じゃないよ、ちゃんと。おお、こんなミスしてからさっきも。やべ、これ本気が。ちょっと見られない。だから SS を使って、で、減速率緩和を入れた状態でカンカンできるとめちゃめちゃ強そうな気がするから、しっかりと敵の判定考えて、はい。ちょっとこれ言うとな、なんか、よし、OK！ おお、いい感じ、いい感じ。友情コンボの強さ全然よくわかんないけど、友情コンボをちょっとな、いい感じに当てた状態で、バリア割って当てたいんだよね。友情コンボだけでできるのかみたいな。これどうだ？お、いい感じ！これどうだ？しょぼい！しょぼ！まあ、でもまあ、降臨でこれぐらいできるんだったらめちゃめちゃ強いから、まあまあまあ、降臨だからね。ちょっと降臨っていう言い訳させてもらうわ。はい。で、これ縦勘で入りに行きます。オッケー。で、ロボットがいるから、SS ダメしようかな。まあ、2P 残ってるからやんなくていいっしょ、多分。で、ここねじ込んで。はい。で、これ倒して。やっぱザコ相手にはそんなはちゃめちゃめちゃめちゃぶっ飛び友情みたいな雰囲気ではやっぱなさそうね。で、ボス戦やってきましたと。うまいことカンカンしないといけないから、まあ、昔の天魔級のやり方で、すごい使えるみたいな感じかな。まあ、悟りと組み合わせたりすると、普通に勝てそうよね。別にわざわざ新しい適性をこれから取りに行かなくても、指レギリと悟りで、まあ、十分勝てそうなレベルにはなってきたみたいな感じなのかな。SS も使えなくはないけど、こっからのカンカン決めるのは結構難しいからやめておこう。って言った時は大体決まるんだよな、ほら、やっぱり。こういうこと言ったら決まるんだ。あ！でもちゃんと、なんか、バブリーモード効いてんね。
確か超パワーと恩恵重複するんじゃなかったかな、私の記憶に間違いがなければ。だからここも、あ、もうこれ使っちゃっていいか。ちょっと大げさに動く SS の使い方ってどうなんだろう。ちょっとこの SS ボイスこの SS ボイス、なんか私の言ってること全部嘘みたいな言い方になるからちょっとやめてほしいな。そして次が適当にハサマリーノで、はい、でハサマリーノ、まあここまで削れたらあとは自力殴りでなんとかなるかな。で、ここも上いけるか怪しいなーって言った時は大体いけない。で友情コンボも通らない。でこれで移動はまだしない。じゃあ SS ちょっとここでカンカン使ってみようか。ここで SS 使って、これは多分カンカン取れる。バブリーもついてっから結構いけんじゃない。どうかな。おお、いいねいいねいいね。あーでも紋章なし同族回帰しかまともな強化してないっていうところを考えると割と役立ってる方かな多分。しかもなんかめっちゃ変な位置になったなこれ。とりあえずこいつら倒す、いやこれあれな、挟まれないんだっけ。縦勘で毒巻きしての、はい、バリア割って、ちなみにこれ丁寧にやったら倒せる。あー無理かー、丁寧にここやってもやっぱちゃんと、くそ、あのロボあのロボ残しておいたの大疾病かもしれねえ。多分この角度でいくとな、ボス倒してもちょっとまずそうよねこれ。あ、やべ、これいろいろ倒さなきゃいけない敵が多すぎる。ここでよっしょ、キャップレでさ、毒負けましたと。危ねえ。でこれ倒してロボット残す。ちょっとこれ SS 貯めないと絶対死ぬわちょっと待って、これ SS 貯めないと死ぬんじゃが絶対。そうね、さもなくば絶対死ぬ。このままボスに突入したら 100% これ私負ける自信ある。よし、まあこんなもんでしょ。でドレインでうまいこと挟まれたからドレイン S で回復できたと。意外とこのドレインは効いてそうな気がするんだよな。これなかったら多分すげえなんかいけるけど微妙よねみたいな感じになりそう。意外とこのロボット無視しておくとヒットポイントがモリモリに減ってくから、これをだからなんとかできるキャラはかなりね良さそうな気がするんですよね。うわどうしよう、これめちゃめちゃみんな最悪の位置で、ここの間でなんで倒せんねん、まったく紋章つけよう絶対これつけるキャラギャ、こういう時に連撃キラーって役にも立たねえんだよな。でここをしっかりカンカンして頼むぞ、間行けよ。うん、まあ、こういう時行かないんだよな反対側に。で 2P はもうこれ殴り合ってぶっ倒しても一応はなんとかなるなこれ。でも思いっきりぶん殴ってどうにかなるかっていうとなんとか多分なんねえから、とりあえずこれ魔導士よ、さっさと魔導士これ倒しに行こう。これで斜めで割って OK で毒巻き完了。そしたらあとはカンカンできるキャラが1回カンカンしつつバブリー巻きてえな。まあ横カンでこれ巻きに行って挟まったら、右挟まったら OK、 左行ったらみんなにバブリー負けるからどっちもどっち。おい、嘘ついてないってやめろやめろ。なんか私の、あーでもやっぱ友情コンボは結構おまけ要素強いな。だからやっぱこれ本気出そうと思ったら砲撃だね。おおって言ってピンチと見せかけてここからドレイン S が輝くからそんなに実は気にしなくていいみたいな、そんな感じじゃないですか。はい、ここでドレインがあるから、はい、回復。そんなに回復しません。ちょっと待って。すげえギリギリの戦いを繰り広げてるんですけど。そんなに楽じゃねえな、やっぱ。で、うわ、ヒットストップしてーと思ったけど、これさ、あれ 3P にぶん投げた方が多分これヒットストップ起こして強えな。一旦ここはじゃあ、V 字で上がってって。でもやっぱ自力殴りだとこの程度か。で、3P はサメじゃない、あっちに任すから、これは横勘で。1、2、3。まあ、あいつは倒さんしょ。で、バリア割りました。あ、まずい！あぶねえ！頼むぞ、これ、ヒットストップ起こしてガーって削れなかったら、多分ボーンって負けるから。いけ、ストップ！プーン！やべ、これ。ちょっと待って、これ、私が決めないと負ける。私が決めないと負ける。角度は、横。いけ！すごい絶妙ではない。これは削り切れる余裕です。
2発3発2発 SS あるから、これはさすがに削り切れるが、サメもあるし、すげえギリギリの際、こんな久々に天魔球真面目にやったの久々だわ。倒した。まあ今まで私たちは悟りで甘えすぎた感があるね。でこっからあとは適当に倒せるやつをひたすら倒していくだけの簡単お仕事を、まあ、とりあえず間に、間よりも一体どうだろう、これ間挟まって倒せる、倒せねえちょっとなんかこの光景すごい今回見かける気がする。で次が、まあ、とりあえずこれは間挟まりは別にしなくていい。まあ上行って下行ってクリープスフィア出して、どうだろうこれ。ああそうね、一応クリープスフィア雑魚にちょこっとだけは強いですが、ちょこっとだけは。あとは、まあ毒巻き C のこれで倒しの挟まりの、よしよし、これで倒しきれました。さあこっから真面目な戦いだぞ。こんなに真面目にやる天魔球超久々だぞこれ今まで私たちはクソ甘えできたからな、ガンダムのボス必中とかチェーンソーマンの必中とか、それをだからうまいことここは、こっから1、2、3反射、なんか1、1、2、3反射、ここで、はい、いけ、よし決まってならない、そっちダメ、連撃キラーが入らないの、それ連撃キラーダメなので、一応即死耐久が、即死サメ潰しができるから、もうちょっと、なんでこんな真面目な技が久々にしてんだ。でこっからもう一回、はいはい決めました。空中庭園も勝てるようになった今となってはこんなのちょろちょろです。で次、はい、こっから、はいちょろちょろです、いけ左、よし、はいちょろちょろです、あちょろちょろです危ねえ。でこれラスト、じゃここでもうこれでフィニッシュかな、ちゃんとここでうまいこと決められますよと、はいはい決めました、嘘じゃないです。まあ紋章とかつけたりガチガチにしたり、もうちょいフレンド強いキャラにしたらなんとかなる。まあでも普通にこんな状態でもうまいことやれりゃ勝てるんだから、まあ天魔球はもうこれですごい楽になりましたねと。だから明日もしキラヤマト引こうとしてる人がいたら、誰か止めてください、キラを引く人みたいな感じになるんで、はいよろしくお願いします、ごきげんよう。